51万プレビュー超えました。中地マジック炸裂、さよなら危機に内野5人です。ご覧ください。7月29日のロッテとオリックスの試合なんですけれども、これ2アウトになりまして、これもともと内野、ね、4人だったんですけど、これ2ストライクになったじゃないですか。そうするとちょっと中嶋監督が動きまして、ちょっと野手に指示を出します。ここでですね、センターの福田周平がこれセカンドの後ろに来てですね、内野5人にします。しかしですね、バッターこれ打ちましてレフト前ヒット、そしてランナー2塁から一気に帰ってきてバックホーム、しかしこれはアウトということで、結局外野2人のうち1人の中川が刺したというプレー。これちょっとポイントを解説していただきたいんですけど、まあポイントとしては、まあ2ストライクになってから内野5人にしたっていうところは、やっぱバッター菅野がまあね、こう長打を打つっていうよりもコンパクトに振ってくる傾向があるんで、はい、そこら辺で一気に内野を5人にして、はい、まあ、サヨナラを防ぎに来た。でもう一つが、これよく見てもらうと、うん、セカンドベースの後ろにですね、うん、センター福田選手がちょうどいるんですよね。もうベースのすぐこれ後ろ、すぐ後ろぐらいにいるんで、はいはいはい、セカンド藤岡がやっぱランナーリードしきれないんですよね。でピッチャーね、阿部も見てほしいんですけど、うんうん、ずっとセカンドを見ながら投げるんですよ。まあ、映ってなかったんですけど、ね、そうなんですね。でそれによって、うん、スリーボールツーストライク自動スタートなんですけど、スタートも切るのが遅かったですし、はい、ラインリードも取れなかった、うんうん、リードも牽制あるかもしれないって小さかった、はい、これもちろんね、内野5人にして間を抜けるっていうところを防ぐとともに、うん、センター福田がセカンドベースに張り付いてることによって、はい、セカンドランナーのリードスタートラインリードを全部防いだことによって、スタートが遅れてこれホームをアウトにしたっていうところもあるんで、このね、大リードと盗塁をさせなかったっていう副作用大きいですね。あ、そうですか、はい。まあ、これなんかやっぱりね、シフトだと打球に対するっていう風なイメージありますけど、まあ、もちろんそれもあったと思いますけども、はい、まあ、このね、大リードスタートが遅れるっていうのは、うん、この今ね、遅かったでしょ、走るのがね。確かに確かに。で、スリーボールツーストライクで、うん、あのランナー自動スタートして本塁でアウトになるってちょっと考えづらいんでね。確かにそうですね。普通に考えるとね、で外野までもうボールが飛んだらもうそれは1点なわけですね、はい、走ってるんでね、うん、でもやっぱりその福田がセカンドベースの後ろにいることによってスタートを切れなかったことによっての、はい、この本塁アウト、あ、まあ、これは見事でしたね。まあ、そうですね、はい、これね、中嶋監督もあの終わってからまあまああれはみたいな感じでちょっと濁した感じだったんですけれども、うんうん、これどうですか、まあ、使える戦略ではあるんですから、同じような、まあ、でもリスクも伴いますからね。あ、リスクも、まあ、大きくね、 これはまあ、うん、メリットがね、うん、最大人気だっていうところですけども、はい、まあ、何をするにもね、駆け引きなんで、はい、まあ、それを取るかどうか、ダブルスチールみたいなもんですね。あ、なるほど。いいところもあれば悪いところもあるし、うん、それを選択できるかどうか、はい、それがね、理にかなって勝つか負けるかっていうところはもうその時々なんでね、うん、まあ、確かにセンターいないわけですからね、越されたらもう終わりだっていう、ね、そうですね。だからこの内野5人シフトの中には、うん、守備位置っていうところとともに、はい、セカンドランナーをスタートを遅らせたっていうところが、うん、一番の要因だったなっていうね、駆け引きがちですよね。うん、ちょっとこの内野シフトの裏には実は走塁を防ぐというふうなことがありまして、まあ、これ1位だったんですが、結構皆さんね、いろんなことを考えられたと思うんですよね、うん、内野守備でそのデータがとか、うん、でも実は一番結果的に大きかったのは走塁を防いだことだ。そうですね、やっぱりスタートを防いだっていうところは大きかったですね。なるほど、ちょっとね、はい、そこまで気づかなかったので教えて。これがね、分かった人はもうあなたも一流です、はい、あ、これが分かった人はこの走塁を防ぐという意図が分かった人は、はい、プロ野球検定一流、一流一級ということで、はい、ということでこのドタバの奇策中嶋マジックがランクインしていました。最後までご覧いただきありがとうございます。アベマバスパリーグ番組 MC の辻歩です。この番組はネットで話題のプロ野球動画を紹介する新感覚のプロ野球ニュースです。この動画の完全版をご覧になりたい方はこちらから。